こんにちは。こんにちは。はい、今日は、生徒インタビューよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。生理学園チャンネル、自己紹介お願いします。はい、伊勢崎校の森川です。森川さんね。はい、はい、何年生？3年生です。お、3年生なんだ。緊張してる？大丈夫？もう手がグーになってるから、はい少し。森川さんの、今日いろんなこと聞いていきたいんですけど、まず中学校の時、どんな中学生時代を過ごしてましたか？1年半は普通に学校に通ってたんですけど、途中から学校に行かなくなってずっと引きこもっていました。1年半は普通に学校に行ってて、そこから行けなくなっちゃったんだ。そうですね。なんで？友達がだいぶ、落ち込んじゃって、それで結構暗い言葉を一緒にこれしようよみたいな感じで言われて、そっから一緒にズブズブと。その気持ちに共感しちゃったみたいな。一人にしとくと危ないんだろうな、一緒にいた方がいいんだろうなって思ってずっと一緒にいたら途中から学校に行けなくなっちゃって。そんなことがあったんだ。え、それって卒業まで？いやでも卒業際は結構マシになってきて、あ、行けるようにはなったんだ。そうですね。その友達を思って一緒にいたら自分もそういう気持ちになっちゃった。そうですね、気持ちが移っちゃって。はあ、なるほど。いや、それはあると思う。そこからさ、ちょっと行けるようになったのは何でだったの？学校に、学校の先生が家まで迎えに来て、行くよって引っ張って行ったり、母がじゃあ車で送っていってあげるから学校に行きなさいよって言って送ってくれたり。それで行けるようになったんだね。なりました。なるほど。じゃあさ、そこからさ、あの整備学園に入るわけだけどさ、なんで整備学園を知ったのか？通信のその学校を探してる時にたまたま見つけて、じゃあここ行ってみようよって家族の中で決まって、説明会に行ったらたまたま別の友達がいたんです、で、あ、偶然ここにしようってなって。はー、なるほどなるほど。そこ、オナチュの友達？そうです。あ、そうなんだ。だし、学校の説明、特に音楽の説明が面白くて、いいな、ここ楽しそうだなって思って。なるほどなるほど。そっかそっか。そもそも最初の選択肢は通信だけだったの？なんか効率は選ばなかった？最初、学校側がじゃここいいんじゃないって言われるようなとこ見たりはしたんですけど、違うな、行きたくないなって思ってなるほどね。それで整備学園と出会って、あ、ここならって思ってくれたのか？そうです。あー、なるほど。じゃあさ、実際さ、もう3年間通ってるわけじゃない？はい。普通科かな？普通科です。あ、じゃあさ、学校にね、毎日通う感じだったと思うんだけど、3年間実際に入ってどうだった？実際に入って、授業は全然ついていけるし、行けなくても教えてくれるし、友達関係も全然不安とかなくて、クラブ活動も楽しいし、楽しいことだらけです。整備学園は転入生、編入生を随時募集しています。詳しくはお問い合わせください。整備学園チャンネル。じゃあさ、さっき今勉強面の話もしてくれたんだけどさ、どうだった勉強？ちょっと苦手教科がやっぱりなかなか理解しづらいっていうか、なんでこうなっちゃうんだろうって思いながら授業を受けてます。そこはさ、なんかあの先生に教えてもらったりはしてる？そうですね、授業中にここはなんでこうなるんですかって聞いたりします。わかりました、ありがとうございます。ではですね、整備学園の特色でもあります、はい、クラブ活動。クラブ活動、はい、どんなクラブ活動出てましたか？私は月曜日がゆるスポーツに出ていて。ゆるスポーツ？ええ、ゆるいスポーツ。そうです、がっつり動くスポーツではなくて、じゃみんなでゆるゆる動いていこうかって感じのゆるスポーツ。すごいね、そんなのあるんだね。ゆるスポーツ。はいはい、じゃあ次は火曜日が映画、みんなで集まって映画見ようっていう。なるほどね。クラブです。水曜日がものづくりに入ってまして。人気だよね。木曜日が散歩に入ってまして。なんかあれでしょ、散歩するんでしょ？散歩します金曜日が
音楽のコースに入ってて、はいはいはい、音楽はボーカルレッスンを入れて歌ってます、うんうん、なるほど、もう毎日やってたんだ、クラブ。わかりました、ありがとうございます。じゃあですね、3年生なんでこれからの進路ってもう決まってる？決まってます。お、何進むんですか？就職しようかなって。なるほど、それ何、どういう職種の？どういう職種？工場系の。へえ、それさ、なんで働こうと思ったの？夢があって、ほうほう、その夢を叶えるために、うん、少しでも早くお金を貯めて必要なものを買い揃えて、うん、夢を叶えたいなって思って。それはどんな夢なの？夢は、うん、恥ずかしい、うん、歌を歌いたくて、うん、なるほど、そう、歌を歌うために、あ、いろんなものを買い揃えるっていうのはあれか、歌い手さん的な感じ、ね、だからマイクとかそれをやるために就職するんだ。そうです。それってさ、なんか どうやって自分で決めたの？自分で、うん、最初は歌手を目指してたんですけど、うん、趣味でもいいんじゃないって言われて、まあ、確かに難しいかなと思って、うん、趣味でその歌い手さんとして音楽の道行こうかなと思ってて、それってさ、小さい頃からの夢なの？なんか整備学園で音楽をやったからなの？小学6年生あたりで歌い手さんを知って、うん、なんて綺麗な声で歌う人なんだろう、私もこういう人になりたいなって。そっか、それを思って就職するんだね。はい。うわー、すげえじゃん。整備学園グループ出願受付中です。ウェブからもできますのでチェックしてください。整備学園チャンネル。じゃあですね、最後になります、はい、これを見てくれている中学生の皆さんに一言メッセージをお願いしたいんですけど、まあね、自分が不登校だったっていう経験を踏まえて一言いただけるとありがたいです。立ち上がるまでが大変だけど、その後はひたすら進めばいいだけだから、なんとかなるよ。整備学園チャンネル。いいですね、ありがとうございます。終了です。いいね、最後の言葉めちゃくちゃいいわ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあですね、最後バイバイで締めましょう。はい、バイバイ。